松原浩二がデマ TBS サンデーモーニング8日に放送された TBS のサンデーモーニングにおいてまだしても変更報道が繰り返されてしまいましたいわゆる米不足についてまず番組側が令和の米騒動そんな言葉が生まれるほどこの夏は突然の米不足が大きな話題となったさらに松原浩二さんが 根底には政府の減産政策がある、ぎりぎりの生産体制に誘導しているなどと発言されてしまっておられましたがこちら、まず減産政策は平成30年度、2018年度に廃止されており現在は農家の皆様の判断に任されておりますので、訂正放送が必要な放送法違反のデマとなってしまっております。 また直近発生しているいわゆる米不足に関してはこのようなマスコミの皆様やいわゆる左翼の皆様などが米不足を煽った結果買い占めが発生したことが主な原因だと思われますが、まあ、例えば長期連休に入りますとお子様向けに購入されているのかパス,タパスタ類がです、ねまあ、品薄になることがございますけれども、まあ、それでパスタが品薄だと 報道はななされれいものと思われます。今回のいわゆる米不足もこのような季節的な品薄を米不足だと煽った結果買い占めが起こり品薄が続く事態に陥ったものと思われますがもうすでにですね新米が店頭に並び始めておりますので、まあ、皆様好きなだけ購入して食べていただきたいところでございますけどもいわゆる米不足などに関して ま政府批判につなげようとずれた主張を行っても全く意味がございません松原浩二さんには最低限事実に基づいた主張を今後は行っていただき TBS には速やかに訂正放送を行っていただくようにお願いいたします野田元首相に男女差別外交センスなしと批判殺到米副大統領を呼び捨てにし大現状。 7日に行われた立憲民主党代表選の立候補者討論会において辺野古施設に関して野田元首相が11月にアメリカの大統領選挙があるじゃないですかどっちがなるか分かりませんけどトランプさんかハリスかなどと発言されてしまい男女差別だとか外交センスがないとかドナルド・トランプを敬いカマラ・ハリスをバカにしたなどとの批判が殺到し 大炎上してしててままっております、まあ、こちら例えば自由の声においては呼び捨てにする基準は、まあ、犯罪者かそれと同等の存在のみに限っておりますが、まあ、この野田元首相他の言動主張を見ても、まあ、どうもダメそうでございます例えば安保法制に関して違憲だ違憲部分を廃止するなどと現実にそぐわない主張までなされておられますが まあ結局ですね、いわゆる左翼的な政党の代表になろうといたしますと、まあ、通り通略で、主張内容が左傾化し、使い物にならなくなってしまうのかなと感じてしまいます。もうこれで、まあ、立憲民主党の立て直しは不可能だと確定してしまいましたので、国民の皆様、有権者の皆様、選挙において立憲民主党には、立憲民主党の候補者には絶対に、 投票ししないいいようにお願いいたします蓮舫けけさんを批判した朝日新聞の記者に対して蓮舫さんが激怒され圧力をかけている問題で蓮舫さんが現在も朝日新聞側に対し圧力をかけ続けていることが明らかとなってしまい批判が殺到し大炎上してしまっております。こちら 記者が個人の SNS アカウントで何らかのしを行っても、それは記者の自由であり、朝日新聞が介入できる問題ではございません。例えば蓮舫さんが記者と直接何らかの方法でやり取りをなされるのであれば、正当な権利の行使かもしれませんが、朝日新聞側に圧力をかけて黙らせようとするのはやりすぎではないでしょうか。蓮舫さんは。 最も自由に黙らないなどとのおかしな表現を使われておられますが、同じく記者にも何らかの主張を行う言論の自由、表現の自由の権利がございますので、日本において認められている権利を不当に制限しようとしないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。